全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。あなたは3人の萎縮の話を知っていますか？経営学の父と言われたピーター・ドロッカーがその著書マネジメントの中で語った話で、ビジネスの世界ではそれなりに知られた話です。3人の萎縮の概要は次のようなものです。ある日、3人の萎縮が何をしているのかそれぞれ聞かれ、3人は次のように答えました。1人目の萎縮、これで食べている。2人目の萎縮、この国で一番の仕事をしている。3人目の萎縮、教会を作っている。ドラッカーは組織の目標に従って自分の目標を理解していることが重要として、3人目の萎縮が言った教会を作っているというような人になることを推奨しています。この話においてドラッカーは、経営やマネジメントの立ち位置から働く人が何を意識して動くべきかを語っています。この考え方は少し見方を変えればうつ病予防にも使えます。3人の萎縮の話で教会を作っていると答えた人が良いと言われているのは、自分の仕事の意味を高いレベルで理解しているからです。ただ給与をもらうために仕事をしている人と、教会を作って人々の役に立ちたいと考えて仕事をしている人とでは、仕事に対する意欲や満足感が違ってきます。当然、教会を作っていると答えた人の方が仕事に対して誇りを持っていますし、人生を充実させています。つまり、自分の仕事が社会にどう貢献しているかを考えてほしいということです。どんな仕事でも社会が役に立っています。自分の仕事の意味を改めて考えてみてください。できるだけ大きく考えるのがポイントです。うつ病により障害年金専門の社労士である私の場合、障害年金のサポートを行うことは次のような意義があると考えています。うつ病で経済的に苦しんでいる人を助けることができる。うつ病の人に療養に専念してもらえる。障害年金を受け取ることで、自分は収入もなく家族に迷惑ばかりかけているといううつ病者の罪悪感を軽減させることができる。うつ病者を助けることで、その家族の不安も和らげることができる。障害年金を通じて療養に専念し、うつ病が治れば安心して社会復帰してもらうことができる。少し考えるだけでも、私の仕事の社会的意義はこれだけあります。きっとあなたの仕事も世の中の役に立っているはずです。それを意識するだけで心にエネルギーが湧いてきて、うつ病の予防につながります。だからといって働きすぎは禁物ですよ。休むときは休む、バランスが大切です。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。